第一次世界大戦と米騒動です。一応押さえておくことは何かというと、日清日露第一次、日清日露第一次、わかりますか皆さん。10年後ごとに始まってるんです。わかりますね。1894に日清、中国を倒した、我が帝国は中国を倒した。そして10年後の1901に始めた日露戦争、ロシアを倒した。そして1914、これは我が同盟国ドイツを倒した。これは嫌ですか。そういうことなんです。ということで、日清日露第一次は10年ごとに起こったということを覚えてください。いいですね。それがポイントです。では行きましょう。大和権兵衛内閣、薩摩出身、実は彼本名大和権兵衛なんです。ですが部下に西郷吉之助さんは高森にされたし、大久保一蔵殿も利通に変えたんで、山本さんも変えた方がいいんじゃないかって言われた時、じゃあ山本権兵衛じゃなく権の兵衛と呼んでくれって言ったんです。だから山本権の兵衛なんです。本名は山本権兵衛です。いい人ですよ。薩摩海軍閥です。ポイントの方はポンポンポンといくと、問題的なものはあまりないんですが、軍務大臣現役武官制を廃したことです。これちょっと後で問題になりますから、それは後でお話しいたします。そして予備役後備役をカットしました。元軍人という人と、まあ仮の軍人という人も含めてありとしました。で、文官任用令で正当員を可にしました。これもポイントになってきます。で、海軍の軍閣を海軍出身だからやったんですが、そしたらいけない国民から廃税運動が起きたんですよ。三悪税をやめろ、営業税、通行税、織物の消費税やめてくれと言われたんですよ。これちょっと難しいんですよ。この3つはかなりきついんです。それを言ってる連中は強いんです。実は金持ちですから。世の中の人間はみんな権力者は金持ちと思ってます。しかし意外と金は持ってないんです。で、消費者側の方が金持ってるんですよ。で、これちゃんとマイク入ってます。そういうことはあります。それはもうさっさと終わらしましょう。失礼。シーメンス事件、シーメンス、これドイツの会社なんですけど、シーメンスと聞いて何か分かりますか。今シーメンスといえば補聴器の会社です。世界最高級の補聴器を作る会社ですということです。それは置いといて、まあ汚職で退陣で、これ実は本当は汚職じゃなかったんです。イギリスのビッグアンス社も今後の建造に関してね、汚職したと言われてますが、それも置いといて、この時期何が起こったかというと、辛亥革命ですよ。中華民国ができます。孫文が、まあ孫文の秘書官がいますが、現実には
辛亥革命を成功させたのは宋教仁という男です。その秘書官、つまり侍従の作戦参謀は北一騎です。一応私平成の北一騎と言われてますので用意していただきました。で、満蒙独立運動をやってるんですけど、これ字ちょっと間違ってますから、何はですか、ごめんなさい。そして産業革命2となります。まあ産業革命は初期恐慌が日本初の恐慌、それから資本主義恐慌、40年の恐慌とあるんですけど、これは正直言って面白くないので語りません。次に公開奨励法、造船奨励法なんですが、すごくいいことなんですが面白くないんで語りません。ごめんなさい。栄養コールとかなんか夢があるんですけど、これは入学試験に出ないんで語りません。あえて入試に語らないことを私はちゃんと正直に誠心誠意を持って喋ってます。もしこの栄養公開保護法が入試に出て書けなかったら私は腹を切って死にます。しかし、だがしかし、もう君たちは覚えた、そういうことなんですよ。次の政治を発展ですが、こちらはちょっと難しいんですが、ザグリ政治と機械政治で回っていくんですけど、機械政治が回っていくんですけど、これは1894なんで覚えやすいんです。日清戦争の時ですから。で、外国産輸入と国産輸入の件はこんな問題出す大学が間違ってるから落としていいです。いらん。1909に対米輸出世界一になったぐらいしか覚える年代は必要ありません。必要なことだけ覚えてください。あとここら辺さっと流していきますが、横浜商品銀行ですが、これ貿易関係の銀行なんですよ。これだけは押さえといてください。日本官業銀行とか日本工業銀行とか府県農工銀行はどうだっていいですよ。北海道拓殖銀行なんて潰れましたからね。台湾銀行は台湾の発行銀行だっていうことだけは押さえてください。ここは刺さっていきます。大倉重信、まず大隈重信というのはどういう人かっていうのはお分かりでしょうか。どういう人か。大隈重信というのは大隈重信という人なんですよ。早稲田大学の創設者です。で、そうですね、イメージとしてはどうでしょう。こういう人だっていうことはガタガタ言いません。ただ四カ国艦隊、アメリカ、イギリス、フランス、オランダと戦った時に、お前たちのやってることは内政干渉だ、国際法に違反してると、はっきりと国際法に違反と言った人です。それは尊敬していいと思います。僕実は総計コース持ってたんですけど、早稲田嫌いなんですよ。この人早稲田大学の創設者なんです、実は。で、まあこの方が面白いところっていうのは、早稲田を作る時の話、
ですが、福沢諭吉と両手で会ったんです。偶然会わせてもらったんです。偶然というか人が会わせたんですけど、結構そういうのってあるんですよ。で、福沢諭吉があなたはどういう志を持たれてるのかって言ったんです。そしたら人を作りたいって言ったんで、つまり君は私と同じく大学を作ろうとしてるんだと、つまり学校を作ろうとしてるんだと言ったわけです。もちろん福沢諭吉は慶応大学の創設者で、大隈は早稲田大学の創設者なんです。うちの相方の福田久堀も慶応大学出身です僕実は中央大学法学部なんですけど、ですがそういうことがありまして、ちょっと笑ってしまいましたが、でも大隈が嫌いな山形有朋最高権力者は大隈の家の上に屋敷を建てたんです。これは今の椿山荘フォーシーズンホテルです。大隈のところはリーガルウェアホテル大隈庭園は毎日見下ろす。ところが2人とも読んでる本が、いや新聞が同じなんですよ。ええ、まあ黒井屋さんが作った本ですからね、あの新聞ですから、それはねそれで抑えましょう。満潮報っていう新聞ですが、これ入試に出るから抑えといて。以上。次に第一次世界大戦参戦なんです。名目は日英同盟なんです。で、日本はドイツの領土を取りまくりやった。で、途中からイギリスがやめてくれって、やりすぎや日本やりすぎやって言って止めようとしたんだけど、聞こえないふりをしたんや。そして山東半島、甲州湾、ドイツ領の南東諸島を全部占領しやがった日本軍は。これどういうことが分かりますか、諸君。太平洋の北を日本が全て制圧したということです。それを理解してください。それが後の太平洋戦争の原因になるんですけどね。太平洋は日本が制圧したのですよ。で、次とりあえず太平洋を取ったんです。で、対戦経費が決まった。アジア市場は完全独占です。ですから船成り金が出現。飲み屋で出るときに札束を燃やして靴をな探した人もいるって話よ。これ実話です。で、さらにもっと恐ろしいことがあるね。あの大化21条要求ってはね、遠征外に言った。これな、向こうに無条件降伏をな、戦争してないのにな、いきなりな、言って。でな、外交上のポイントを一つ。大化21条のな、一箇条はな、断れんねん。これはどういう意味かわかるかな、諸君。わざと断ったと、一箇条断ったと相手に言わしてあげるためにむちゃくちゃな要求突きつけて、二十箇条は
飲んでもらったぞ。そしてどこを取ったかというと、山東省と南満州と内蒙古全部取ったよ。うちは恐ろしいやり方や。相手に一個落としてやった。つまり第5号っていうのが向こうが飲めないっていうのを最初から分かってて、第5号日本人を中国政府高官にしろと言って、5月9日やそういうことでな、絶対この第5号だけは拒否とすると政府の立場も守れということで、で第4次日露協定で第三国の、中国進出を禁止する、これも実は重要やね。第三国の中国進出を禁止すんねん。水道の蛇口は閉じた、朝鮮で。さらにその元も閉じたんや。以上、次に一気に行くぜ。ということで第一次世界大戦や、日清日露第一次、わかりますね。日清日露第一次です。まあその後終わり方はこの本に書いてあります。そして三国同盟を結ばれた。でこれはもう本当に入和試験にはね、今ね出ません。全然面白くない。そうですね、まあとりあえず覚えといた方がいいのはバルカン半島でしょうが、ヨーロッパの火薬庫と言われてます。これぐらいは覚えといた方がいいと思う。ドイツはゲルマン主義、ロシアはスラブ主義、そこを押さえとけばいいんです。それでいいんです。でまあ日英同盟の時、第一次世界大戦はドイツを全部取ってきました。でこっちに移ります。これ一体何なのかと思うと思うんですけど、例えば加藤外相というのは後総理大臣になりますが、この人実は総理大臣なんですが衆議院議員じゃないんですよ。貴族院議員です。なぜか加藤隆明の父、娘の加藤隆明の嫁さんの旦那が、嫁さんの父親は岩崎弥太郎です。三菱なんですよ。岩崎弥太郎の娘は一人は総理大臣加藤隆明に嫁ぎ、もう一人は総理大臣秀原喜次郎に嫁いだのですということを押さえておいてください。そっちの方が生きた歴史になります。さあ続けていきましょう。3B 政策は捨てます。日本史の歴史には出ません。三国同盟というこの1902の同盟も捨てます。入試には出ません。そして意味がない。なぜか、みんな仲が悪いからです。 3C 政策、ケープタイン、カイロ、カルカッタ、はーい、これも意味がないです。出ません。結局ここのところはほとんど意味がないのです。なんで意味がないところを説明するかというと、意味がないことをこれは意味がないと君たちが知ることが重要なのです。こんなものを覚えても意味はない。
悪いが1点か2点落とすだけや。俺みたいに100点取る必要はない。花咲かしに行きましょう。皆さん、ここは初の本格的政党内閣です。良いことです。でもね、平民宰相と言われてるけど、花咲かしは実はね、ご家老様の言い柄なんですよ。実は、一応大学で高等学校令で、今の大学はほとんどここで作られてます。うちの大学なんてなんて大学にするか揉めたんですよ。これ慶応大学っていうのがあったんで、慶応は使えないでしょ。で、明治大学っていうのもあるから明治大学使えないでしょ。大正大学っていうのもあるから大正大学使えないでしょ。で、すごく困って、どうすりゃいいんだ。うちの大学は宇宙大学っていう名前を出しました。バカかと思いましたが、宇宙大学はさすがにまずいだろうということで、日本大学もすでにありましたので、宇宙大学は中央大学になったのです。よかった、宇宙大学じゃなくて。私は胸を撫で下ろしております。幸せです。俺、最終学歴宇宙大学だったらもう生き残れないよ。ということで、シベリア出兵の方は、まあポイントは入試ではもう最近出ないと思いますからいらんと思います。で、花咲かし内閣は出んのは選挙法改正10円から1000円。そんなん何の意味があんねん、わかんないよ。で、一番ポイントになるのはね、ベルサイユ条約だと思うんですよ。日本側全権西園寺金持ち、公家です。私と同じ公家です。西園寺金持ちがベルサイユ条約の会場ベルサイユ宮殿で語ってくれました。そして人種差別をやめろと、世界で初めて人種差別禁止案を提案したんです。世界で初めて人種差別禁止案を提案したのは我が日本国です。日本国の特命全権大使ですよ。やめろと、人種差別はやめろと彼は言いました。彼はソルボンヌ大学出身です。そしてソルボンヌに留学した時に、ある女性があるカフェで ガラスを割ってしまうという事件がありました。それに対して店主は今すぐ金を払えと、そうじゃないと出さないと言いました。それに対して我が日本の西園寺金持ちはいくらかと聞きました。いくらだと言いました。西園寺金持ちはならばそれを払えばよいだろう、私が払うと言って、その10倍の金を払って西園寺金持ちは全てのガラスを割って帰ってきました。それが日本であります。
海外に行くときは自分たちが日本の代表であるということを考えて行ってください。そういう気持ちがないんだったら海外に行くなと竹内は思います。ちなみにこの中岡のこの字は亮という字じゃなくて今一と書きますから、そこだけは押さえておいてください。申し訳ありません。ということで寺内に持っていくわけですけど、まず君たち金輸出禁止ってきたら加える加える、分かってる。君たちはな、怖がってんのはな、荘園制ってやつとな、金輸出禁止ってやつね。怖いよ、わけが分かんないやろ。あのな、荘園制っていうのはな、現代語に書いたらいいねん。私有地って書いたらいいねん。それで怖くなるな。あれはただの私有地ってことやねん。なんか荘園制って言ったらすごい怖いものに思うやろ。怖いものに。私有地なん、ただ。そんなわけで、1918。米騒動が来ます。米騒動。何なの？そう思いますが、なんとおばさんたちが米を担いで米盗んでいったんですよ。一応三部38件ですよ。これ町花ですよ。富山から始まりました。だけど米盗んでいって軍隊で鎮圧するしかなかったんです。警察には何の力もなかったですよ。あのね、僕中学校の時に中学校で歴史部の副部長をやってましたが、あの私はきちんとあの大阪大空襲のことについて調べていたんです。私大阪生まれの大阪育ちですから。ところがね、取材を受けていただいたおばあ様が、一番何が辛かったですかって言ったら、絶対大阪大空襲やと思ったら米騒動って言った。え、あの失礼ですが、米騒動の時に生きてられたんですかって言ったら、そうじゃ。え、じゃあ米取っていけたんですかって言ったら、そうじゃ。何人ぐらい抱えたんですかって言ったら、一人じゃ。ということで米騒動は一人で女性が米を抱えるぐらいの戦いだったと思います。